いやー、ドラえもんったらいくら手に入んのかな。金が欲しいな。あ、なんか取って、え、違うとこ行っちゃった。あ、まんべ釣り竿が欲しい。ちょっとこっちから見ていっていい？お日様ビーチ。釣り竿多分この辺でもらえるはずなんだけど。あ？ん？あ？あの家どうやって行くん？お、海の上に家がある。おしゃれ。多分この辺で釣り竿、だーれ？鳥？ポケモンおる？忙しい忙しい。顔と声が一致せんのじゃ、お前。声がなんかイメージ通りちゃうんやな、なんか。え？ごめんください。え？おっと、お客さんか。渋すぎだろ、声。釣り屋へいらっしゃい。お兄ちゃん、見かけない顔だが、名前はなんて言うんだ。僕、のびのびだ。今、ライトの牧場に泊まっているんだ。渋い渋い声が。いろいろなところを見て回っているんだけど。釣り竿ください。鶏肉がしゃべって。お店なの？よくぞ聞いてくれた。ここは釣り屋、スイスイ。スイスイね。オッケーオッケー。そして、俺は店主のカイ。はい、カイさんね。釣り屋さんか。はい。釣り屋さんって何を売ってるの？釣り具屋だろ、そりゃ。釣り具を売ってんじゃないの？巻き餌だな。あ、巻き餌売ってんの。魚が釣りやすくなるぜ。あ、なるほどね。釣りをするときはぜひ買っていってくれよな。おう、てこ、うん、分かった。え、釣り竿が欲しいです。何しても。釣り竿ちょうだい。なんだ、俺の顔に何かついているか。いや、俺の顔に何かついているかじゃなくて、お前の顔が変なんだよ、うん、顔自体が。大したことじゃないんだけど。大したことなんだよ。めちゃくちゃ大したことだわ、それが。俺はアイス付属だからな。アイス付属？何それ。魚が大好きで泳ぎが大得意。そんなわけでアイス付属はみんな海沿いに住んで。あー、そういうことね。なるほどね。アイス付属ってすごいんだね。僕泳ぎは苦手で。しかし、しまったな。せっかく来てくれたってのに、オリはちょうど遊びに出ていてな。なんか息子かな。オリ？確か。俺は一人息子だ。あれ？奥さんなんか入院してます？さんのルルは。あ、やっぱり。入院中。あ、そうだそうだ。あ、帰ってきた。ただいま。あれ、なんかサンリオにこんなキャラクターいませんでしたっけ？ごめん、なんか私の V で見づらいかもしれないんだけど、ちょっと V 一旦消す？ちょっとさ、一旦 V ちょっと消すよ。サンリオにさ、こんななんか、キャラクターいませんでしたっけ？いや、帽子だけだとは思うんだけど。あれ？お客さんだ。なんかいたよな。ナイスタイミングだ、オリ。おかえり。今、のび太がうちに来ていたんだ。ライト様の牧場に泊まっているらしい。なんでさ、ライトのことライト様っていうの、みんな。挨拶だ。みんななんか、そう、信者じゃん。みんな信者になってるじゃん。僕はオリだよ。よろしくね。めっちゃ可愛い声してるね。仲良くしてやってくれ。親バカかもしれないが、オリはめちゃくちゃいい子だぞ。もちろんだよ。仲良くしてあげるからさ、お願いだからさ、釣り竿くれない？パッパ。パッパ、釣り竿ちょうだい。それをもらいに来たんだ、私。実は。そうだ、忘れる。おお、くれるのか。巻き餌の話をしておいて。ナイス。ナイスナイス。え、もしかして釣り竿をくれるの。ありがとう。ああ、金稼ぎだ。のび太が釣りを好きになってくれれば俺も用意しておくから後で。いやいやいや、後でじゃなくて今渡してくれ。やった、頼むから今くれ。おほほ、ボトルメール、そんなんあるの。八神ライトの世界に共感者しかいない。
全員さん付け、さん付けで様付けなのすげえ違和感あんだよな。持ち物いっぱい、マジで。マジ。また来いよ。クソ、種がいっぱいなのか。クソ、一旦変えるか。いやー、種買いすぎたか。クソ、ちょっと家に帰る。ちょっとどこでもドア用意してよ、ドラえもん。ちょっと遠いわ、さすがに。どこでもドア出しといてよ。マジで。どこでもドアだけでいい。なんだったら今。なんだったらタケコプターでもいい。そうだな。どこでもドアは4次元ポケット持ってないと不便だから、もう、タケコプターで十分か。十分だな。いやー、意外と遠いんじゃ、家まで。なんかこの辺いなかったっけ？あれ、いなかったっけ？あ、いないな。虫いたような気がしたんだけどな。気のせいか。よいしょ。ほい。で、クワを。で、エンドウ豆。よいしょ。んで、じょうろ。うわー、死にかけてる。早い早い、体力なくなるの。収納箱に、とりあえず、これはいらんの。鎌はいらんのよ。とりあえず鎌はいらんわ。オッケーオッケー。体力なくなるの早すぎ、ワロタ。んで、6個か。6個買ったんか。大丈夫か？まだいけるか？もうちょっと頑張れ。伸びた。もうちょい、頑張れ。無理か？無理か？いけるか？水あり。あ、無理か。あと3つやれる体力はないな。体力使いすぎたか。くそ。ってことは、虫網とかも使ったら体力が減るから。いやー、温泉とかないのかな？この世界に温泉とかあれば、温泉に入れば、体力は回復するんだけど、この世界にはなさそうだなー。だいたいね、1日1回温泉入ったら、体力全回復、みたいな。のがあったりするんやが、マップをさっきチラッと見た感じない気がする。おい、釣り竿くれ、釣り竿。はい。ディディーン。ボロの釣り竿。さてさて。それでな。お願い。おう。うんうんうん。どうだ。オッケー。できるできる。ポケモンセンターに行けばよろしい。ポケモンじゃないんだよな。のび太をポケモンにしないで。そうだ。うん。頑張れよ。オッケー、ありがとうよ。それでな。うん。またお金ができたらな。今。お金がないんだ。オッケー。
じゃあ、あとは？目の前に鳥ポケモンがいるじゃろいや、絶対鳥ポケだわ、あれは。え？船でどっか出れるの？これ。マジ？え、出れたりするんかな？それめっちゃ楽しみ。てか、あの家どうやって行くんじゃ？家離れとるんじゃ。離れすぎだろ。いや、絶対行けれんじゃん。え？きったな。ね。何この部屋。え、誰もいない。え、汚っ。誰もおらんし、そして誰もいない。飾りこの家飾り、まさかの。今ビーチに寄って、ドーン洞窟。ほん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 、この上に洞窟があるんか。洞窟って何するんだろう。採掘？え、採掘洞窟なのかな。うわ、ほんとだ、洞窟がある。誰かおる？あ、鍛冶屋。洞窟の中に鍛冶屋あるの？ロード遅っ。いかにもっていう人がやってますね。お、見慣れない顔だな。どこの誰だ。僕はのびのびた。ライトの牧場に泊まっていて、今町を見て回っているんだ。そうかそうか。俺はゴゴン、鍛冶屋の親方だ。親方ってことは弟子がいるのかな。道具を強化したくなったらここに来い。そう、それと材料さえあれば俺が道具を強くして。材料を手に入れるのがめんどくさいんじゃん。なんだ、だからそんなに力が強そうなんだね仕事柄というのもあるだろうがな。俺は土岩族だ。土岩族に比べて土岩族はガタイのいいやつが多い。うん、家は添えるだけ家は添えるもんなのか。宝石をこよなく愛する力持ちな種族、それが土岩族だ。へー、土岩族はゴゴンさんだけなの。俺だけじゃないぞ。弟子ガガン降りてこい。ゴゴンとガガン うるせえな息子か。新顔が挨拶に来たんだ。お前も顔を見せておいた方がいい。こいつはのび太だ。ライト様の牧場に泊まっているらしい。いや、みんな様付けするじゃん。俺はガガンだ。よろしくな。あいつなん、なんなんだろう。様をつけられるあいつはなんだ。いや。え、違うの。こいつはいつもブラブラしているだけだ。おい、自宅警備員じゃねえか、お前。え、これ親子なんかな。パッパに無職って言われてんの。仕事してないの。お前が言うな。悪いか。普段のお前が言うな。全然、すごく羨ましいよ。そっちな。あ、理解した。なるほどな。いいな、毎日自由に過ごせるんでしょ。僕ものんびり昼寝したいのに、ママが怒るから無理なんだ。そう言われるとは思っていなかったぜ。だろうな。だと思うわ、私も。お前面白いやつだな。気に入った。ありがとう。俺はだいたい外をうろうろしているから、暇になったらいつでも話しかけに来いよな。いや、仕事しろ。うん。今度好きにしていても怒られない方法教えてよ。お前この世界に来て好きにできると思うな。私が毎日こき使うぞ。ちゃんと牧場仕事しろよ。鍛冶屋をごひいきにな。おう、ありがとう。何の鉱石いるんだよ。おい、出ていくな、出ていくな。見たいんだ、見たいんだ。内容見させろ。ゴゴンさん、どうしたの。うちで道具を強化できると言ったが。あ、ツルハシがいるんだ。あ、ツルハシがいる世界線ね。マジ多すぎんか。それ
それじゃ道具を強化する材料が手に入らんぞ。くれるの？確か家にガガンが小さい頃に使っていたツルハシがあったはずだ。オロだが、よければ譲ってやるぞ。いやー、それも強化しないとなんかいい鉱石が割れないやつだ。いい鉱石が割れないやつじゃん。きつ。だいたいハンマーで割れるじゃん。鉱石ハンマーで割らせろ。なんでツルハシを作った？また。やめろやめろ、本当に。よく来た。昔のシステムを復元させるな。どうの具は、ん？銅が6個、石が6個。ほん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 。ほん、ハンマー。大きな岩。少しだけ広く。鎌。斧。柔らかい木までなら楽に切れる。ぐらいか。OK。お、いるじゃん。ちゃんとでも家のことはしてるんだな、お前。もしかして絵が未来とか征服した世界。征服されてんの、この世界。ま、いやー、そういうシステムか、理解したー。はあ、そういうシステムね。うんうんうん。あのな。うんうんうん。それでよ。はい。255回?255回ですか、もしかして。それでよ。うん、下の階に行けば行くほど地面が硬くなって、ボロイツルハシじゃあ10回までなんだろうな、多分。ボロイツルハシ行ける回数は10回までと見た。まいったな。あー、宝石な、ダイヤモンドとかな、エメラルドとかな。ああ、予想255回。そしてボロいツルハシへ行けるのは10回。頑張れよ。ほう、採掘場で地面を掘るといろんなものが掘り当てられる。オッケーオッケー。ロープしか出てこないのね。間欠泉とか出てこない？大丈夫？オッケーオッケー。で、さっきの場所はどこにあるんだろう。ここの奥、採掘場入り口。へえ。なるほど。とりあえず出よう。体力がもうないからね。ブルブル山、どこ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 、待って、どここれ。ブルブル山。ああ、そこね。ドーン洞窟にいたけど、そこまで飛ばされたのね。ここで採掘ができると。オッケー。あ、なんかいる。捕まえれなかった。押したのに今。捕まえるって押したのにダメだった。なんで？タイミングがダメだった今。体力あんまりないから、あんまり触らない方がいいんだけどな、この辺もな。てか、こんな時間に普通に蝶々おった。なんか、お？なになに？山の歩き方、オッケー。この辺なんか拾えないんだ。これなんか拾えそうだけど拾えない。あ、タンポポ？あ、全然拾えないじゃん。穴拾えんのが多いんじゃ。わあ、めっちゃ魚おる。アリを捕まえた。アリ捕まえるもんか。よく見えたな、逆に。びっくりした。タンポポー。あ、なんだ？
梅？梅がなると、あ、なんか火つきそう、ここ。え、なになに？調べる。誰かが焚き火に当たっていた？へぇー。もう20時か。しとしと森方面。めちゃくちゃ広いんだけど。何ここ。普通に電気ついてる。あー、木材。木材枯れる場所？お、タンポポ。ここ渡れたり、渡れたー。すげえ。マップ広すぎんか？ちょっと、あ、これ絶対蜜塗るだろ。絶対蜂蜜塗るだろ、そこ。あー、タケノコー。え？これ何？これ何？水？水汲む？水汲んでどうするん？広すぎ広すぎ。この先何あんだろう？行ってみるか。え？あ、これ一番奥か。キノコ。なに？わ、キノコ拾えん。あ、めっちゃ綺麗。行けれんの？この先。なにここ、すごい幻想的。キノコ拾いたかったなぁ。へぇー。そろそろ戻るか。9時だしなぁ。0時までには帰って寝ないと。寝坊しちゃう、寝坊しちゃう。なんか書いてある。え？調べれない。なんか書いてあるのに。いやー、探索しがいあるなー、めちゃくちゃ。なんや、ここ。広すぎ、広すぎ。これは広すぎるわ、ちょっと。やばい、やばい。マジで探索しきらんって、一日で。んで。出荷箱。どうする？タンポポ売りね。とりあえず売るか。売りね。30円で売れんの？あり。めっちゃ金なんじゃん。いや、この辺は取っとこう、もう。え、木は。え、どこに行った？あ、あったあったあった、オッケーオッケー。この辺は全部取っといて、オッケー。で、ちょっと雑草を時間ギリギリまで。おぉ、びっくりした。お前何時まで起きてんの？私が言うセリフじゃないか。お前まだ起きてんの？びっくりした。寝ろよ。いつまで起きてんだよ。寝ろよ。びっくりしたな。夜更かし、よくない、よくない。よし、そろそろ寝るか。まだ起きてんの？勉強してる。もう夜の22時だよ。お、先生、おやすみ。私も眠くなったら、おー、静香ちゃんの部屋だ。私も眠くなったら寝るよ。オッケー。おやすみ。いやー、楽しいね。久々に僕ものしたけど楽しいね、このゲーム。何時間でもできる気がするわ。